顔は本当気持ちいいから。うん。他成人者誰も信用してない。まっちゃん、お肌はさ、乾燥してるね。そうなんですよ。日焼けした？違うんですよ。最近さ、うん、ちょっと忙しくなっちゃってさ、帽子と、うん、あのマスクが、うん、原因でさ、こことさ、ここにさ、うん、カサカサができるんだよ。ただここマスクで、うん、ここ帽子。マスクあれだね。うん、やばい。ではお顔にモノポーラをかけていきます。気持ちいいやつ。気持ちいいやつです。よし、いいですね。これは汚い気持ちいいので、おまけ。おまけ、おまけですね。大サービス。大サービスですね。わ、自家製のやっぱ良くなってるね。あ、そう。うん、なんか前触った時より少し良くなってる。うん、柔らかくなってるし、あれだ、あれだね、流れてる。日頃のこないだな。そうだね。ゆかちゃん、はい、気持ちいい。あ、気持ちいいでしょ。もうこれいいよ。私に痛いだけの先生じゃないから。なんだよ、うん、できれば、やればできんじゃんやればできるやればできる。でも高い。高いでしょ。何これで何良くなるの。そう、あの嘘つけ。本当めっちゃ気持ちいいだけやん。えでしょ。ああ抗菌が張ってる人って中に乳酸が溜まってたりとかしてガチガチに硬くなってる人とか多いんですよ。ああ乳酸が固まっちゃうの。そう。マジ、うん、で、なのでこのモノポーラをかけることによってすごく老廃物が流れやすくなって筋肉が緩むんですよね。不思議。これでお顔ちっちゃくなるんだったら、あの毎日通っちゃうよね。うん、毎日来てもらいたい。毎日来ていいのかい。うん、毎日来て。あ、毎日来ていいの。うん、今でも予約なかなか取れない。あ、そっか、そこの問題があるな。確かに。これな。あ、これいいな。そうなのよ。ほっぺの下にもすごい大きいリンパが流れているので、そこをしっかり流してあげるとお顔が小さくなります。これもフォースカッターなんだっけ。これフォースカッターです。めちゃくちゃいいじゃん。いいでしょ。私顔が一番好きね。うん、これやべえやん。あ、ていうか本当にこれをねメインで置いても問題ないかもしれない。あ、フェイシャルでね使えるから。そうだね、うん、だからフェイシャルのメニューとボディのメニューとね、はい、一台でね。そう、フェイシャルサロンでもおすすめです。あとあれですね、あの複合機なので、うん、やっぱりサロンのお部屋がね、うん、ちょいと狭いサロンさんはね、あの機械何台も置けないじゃない。そうなんですよ。うちもねちょっと内装を変えたんですよ、はい、でお部屋をちょっと狭くしたから、はい、まあ私マシンが大好きでいろいろ持ってたんだけどもう一台に集約と。そう、やっぱそれが一番いいですよね。幅も取らないし。そうですよね、うん、大活躍ですよ。やっぱあのプロラボの担当者さんって対応いいですか、うん、あ、めちゃめちゃ対応いいですよ。もう迅速丁寧で、はい、やっぱそこは大事だよね、うん、あの中山さんなんか休みの日でも連絡。誰、中山さん私の担当ね中山さん見てるかな。中山さん、いつもお世話になります。あの、まあね、結果が出てなければね、はい、この声は届きませんけど。そうですね、ちょっとじゃあ僕ビューティーワールドで中山さん見つけるわ。え、ぜひぜひ。中山さん男性。男性です。中山さんね、はい、よし、中山さん待ってるよ、うん、よし、これで、あ、まあ、あとね、2分ぐらいで。あと2分。はい。いいじゃない、いいじゃない。最近どんなサロン行ったんですか？最近ですか？はい。痛い、気持ちいい、気持ちいい、うん、痛い、痛いです。
痛いの受けてるの相変わらずですよ、変わってないんだから。そうなんだ。そうなんですよ。忙しそうですね。そうですよ。では一応ですね、はい、これから今年分がね、ドドドドドと撮影が入ってくるんで、はい、文ちゃんとゆっくんには頑張っていただいてですね。そうですね、はい、オンエアというところでございますけどね。また今年も感謝祭やるんですか？わかりません。あ、そうなんですね。やります今年もね、11月2日に、はい、まっちゃんの誕生日にですね、ファンチャンネル感謝祭の方行きたいと思いますので、うんうんうん、まあちょっと何やるかはまあ正直決まっておりません。はい、はい、なので、去年よりも面白くて楽しい、グランプリ発表になればいいかなと思っておりますけどね。去年めっちゃ良かったですよね。めっちゃ良かったですよね。はい、本当にご飯も美味しかったし。そうですよね、うん、だからもう、ね、今年はみんなぜひいただきたい。コロナも関係ございませんからですね。いやだから去年の11月2日はね、まだギリギリコロナで来れない人いっぱいいたんですよ。あ、そうでしたよね。だからね、今回は早めにね、ご予約いただいて、たった席数が150名ぐらいしかありませんので、申し込みいただければいいかなと思いますけどね。終わった？あ、そう、モノポーラーを終わったんだけど、ちょっと拭き取りまーす。はーい、どうかしら。どうかしら。うん。回ってるかしら。やるよ、これからやる。だいぶ柔らかくなりました。うん。これだけでもすごいスッキリしてます。本当。はい。これ最後仕上げるのね。はい。痛くないね。うん。なかなか。先生、あれなんですよ、僕ね、自家製が死んでるんで。そうですね、ちょっと気をつけながらね、はい、やっていただけるといいかなと。自家製が死んでるってどういうことですか？自家製がね、はい、どういうこと？自家製がすごい、うん、なんか溜まりやすいんですよ。なんかこの辺に、うんうん、なんか溜まったものが出ていかないというか、リンパが詰まってるというか。リンパが詰まってるんだ、はい、リンパ開こうリンパ開こう、ね、じゃーん。では、はい、これがお顔の。痛くないね。痛くないです。よし、それでは EMS 入れていきます。ピッピッピッ。怖い。あれ、よかった。ピリピリします？ピリピリしてないですか？いや、ピリピリします。あ、してます。ちょっと強くしました。お、来た。EMS だな。これすごいでしょ。これは気持ちいい。気持ちいい。ちょっぴり血の味がした。え？多分銀歯かな。銀歯。ね、そう、金属にちょっと反応するから、口周り金属が入ってる方は血の味するからね。ちょっと、はい、そこら辺は避けてもらって、カウンセリングで聞いてもらった方は。でもそのなんかめっちゃ気になる感じじゃないですよ。うん、自家製、自家製、自家製。おー、自家製開いちゃう。自家製開きそうじゃないですか。あー、怖い。ほんとそこ集中的にやらせよ。怖い。痛くない。痛くないですよね。痛くない。これだったら大丈夫かもしれない。うん、
あーいいですね。ちょっと上の方まで行きます。目元はすごく、これ EMS ってやっていいの顔に？いいんですよ。あ、いいんです。美顔器 EMS 付きのたくさん売ってるじゃないですか。手袋のやつ。はい。あとはカッサみたいなやつとか。確かに確かに、うん、見てこの目、誰に言ってます？誰に言ってますよ。視聴者、視聴者に言ってる。視聴者、視聴者。あ、そっかそっか、そっか。もう今僕に言ってたらもうちょっと、うん、気が狂ったからと思っちゃって、もう危ない。カメラマンさんに言ったんですよ。カメラマンさんにね、うん、細かい目の筋肉にもアプローチしていけるんですよ。これは眼精疲労にもいいのかな。めちゃめちゃいいと思います。じゃあ僕みたいにこう一生懸命、ね、お仕事してる人はね、はい、受けた方がいいね。そうですね、男の人はね、すごいあの効果が分かりやすく出ます。いいですね、うん、これはもう一家に一台。一家に一台、ちょっと高いな。高いな。一家に一台では買えないね。うん、そうですね。そうですね。ホームケア用みたいなの出せばいいのにね。いや、出せばいい。いや、だからあれなんじゃない？ホームケア用でいくとさ、うん、やっぱりさ、こういう出力って出せないんじゃないですか。そうですよね。で、やっぱ安全性もさ、うん、大事だしさ。うんうん、ずっといって1週間ぐらい出ちゃうでしょ。まあ、そうなんですよ。うわあ、めっちゃフェイスラインすっきりしますね。本当ですか？うん。じゃあ今日は半分だけやって、うん、ビタッと帰ると。あ、でもね、もうほんと歪みまくっちゃうから、お顔が、うん、両方やった方がいい。いや、やった方がいい。うん。あ、そう。僕は今日この後お酒を飲んでも大丈夫か？あ、全然大丈夫ですよ。よしよしよし。はい、ただ 2,3 時間吸収が良くなっちゃうので、うん、ちょっと飲食は控えてもらって。お水もダメ？お水はたくさん飲んでもらって大丈夫です、ね、はい。うわー、伝わるかな、これ気持ちいい。この気持ちよさ伝わるかね。伝わってほしいな。あとね、さっきね、うん、腸をやられたからね、うん、お腹が鳴るよね。あ、お腹が動き始めた。うん、お腹が鳴る。よかった。うんぴーが出るかも。うんぴーがね。うん。うんぴー出したい。3日はやばいですよね。そうなんですよ。プロラボの酵素飲めないよ。あ、ってことか。プロラボの、まだ1週間。うんうん、あの、朝だけ飲んでいただいても、全然効果出ますよ。あ、そう。はい。あ、じゃあ朝はプロラボにしようかな。うん、すごい酵素ドリンクが腸内環境を整えてくれるので、朝ごはんからしっかりあのご飯を食べるっていうよりは、午前中はもう酵素のみで過ごしていただいて、はあはあ、前の日の老廃物をデトックスする時間なんですよね。へえ、やっぱ酵素は必要だね。そうそうね、僕でもね、うん、あの結構ね、あれが美味しかったんですよ。回復食。ああ、あれ美味しいですよね。あれめちゃくちゃ美味しくないですか？美味しい。あれでちゃんと栄養取れるって、うん、逆にやばくないですか？そうなんですよ。何が一番好きですか？あ、僕カレー。カレーだよね。カレーめちゃくちゃうまい。あと中のケチャップみたいなやつ。あのトマトのやつ、ね、あれ、あの2つはね、もう、うん、あの普通に食える。あれめちゃめちゃ人気の味ですよ。ですよね。あれはいいよね。うん。あれ普通になんかダイエット中のご飯として置き換えとしていただいてもいいんですよ。そうですよね。だから、うん、あの夜飯あれを2つ食うぐらいでも全然安いんじゃないですか。そういうことない？え、2つも食べるの？2つぐらい食べる。じゃあ野菜とあの1つ。ああ、だったらいいかな。あ、そうですよ、ね。うんうん。いや、大の大人はあれ1食は結構。そうね、あれとちょっと野菜スープとかお味噌汁とか、あ、があるといいね。うん、あ、そうだね、あれがそうです、うん、味噌汁とかあるといいな。そしたら頑張るね。じゃーん、どうでしょうか？どうですか？よし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 、どう？見て見て、こっちめっちゃ上がっちゃったよ、右側。失礼します、ちょっと拭き取ります。はー、